い、加藤散歩始まりました。今回の加藤散歩はですね、ここ鹿角市、秋田県の鹿角市やってきております。鹿角ってね、まあギリ読めるかなっていう感じですけど、秋田名物きりたんぽ、ここが発祥ということで、食べるかどうか分かりませんけどね、早速行きましょうかね。レッツゴー。やっぱり秋田はお祭りがね、いろんな各地で行われてます。花輪林っていうね、お祭りがここでは数のでは有名ということで、ここで、お祭り館、花輪祭り展示館、あえてちょっと潜れば見えるんですけど、橋が見えますね。鹿角市のね、イメージキャラクターで、たんぽこまちちゃんっていうのがあそこにいたんですけど、きりたんぽの発祥らしいっすよ、カズノは。秋田といえばきりたんぽですけど、ね、手作り体験もこれできるということで、ちょっとしてみたいよね、これ。きりたんぽ実際に自分でできるんだって。来ました、きりたんぽ。秋田といえばですよね、これ。この艶やかな出汁と、そして、切り分けた、タンポがね、ずっしり入っております。これ無限に食べたな、一昨年か去年か。美味しそう、美味しそう。比内地鶏かな、これ。これがね、縄文時代の時の、まま残っているとされているストーンサークルっていう、ね、遺跡なんですけど、これは日時計の役割で使われていたんじゃないかと、その時代まだ文字がないから残されていないらしいんですけど、まあ推測ですけど日時計で使われていたんじゃないかと言われているらしいですけど、このストーンにサークルになってるんですね、真ん中を囲んで。はい、ということで鹿角市散歩させていただきました。秋田の名物きりたんぽ鍋はこの鹿角市発祥だったんですね。たんぽこまちちゃんもね、かわいいです。最初のキノコかと思ったけどね、きりたんぽですね。はい、ということで、美味しくきりたんぽ食べさせていただきました。ということで、ありがとうございました。